今何してんの？編集中です。あ、間違えた。ね、ちょっと聞いて待って、ね、とりあえず編集後にしてさ。うん、ちょっと後にしよう。みほたんの新しい企画が始まります。うん、何かわかる？わかんないからこれしかできない。わかんない。これしかできない。何？4月から部活動というものが始まるんですよ。そうだね、中学生とかだとね。そうですよね。小学生から中学生に上がった子たちって何のスポーツをやればいいかわからない状態なんですよ、今。確かに。そこで僕考えまして、はい、みんなにソフトテニスを、ね、やってもらおうと思い、みほたんにもね、新入生として私がそうソフトテニスをやってもらおうかなと。まあちょっと初心者ですが。初心者です。経験ないですよね。ないです。ゼロってことで、まあ中学生と一緒にソフトテニスを学ぼうということで、みほたんのソフトテニス成長日記というね、新番組を始めようと思います。イエーイ。もっとテンション高くしてできるかわかんないかなと思って。でも半年とか1年後にあなたには大会に出てもらいます。ちょっときつい。ソフトテニスの1年半年はちょっと半年で1回出ます。とりあえず何かそれまでにね、僕がいっぱい教え込むんで頑張りましょう。ってことで今日はね、何これ、ソフトテニスマガジンっていうものがあるので、これ見て勉強してください。とりあえずなんか字がいっぱいそれ見て勉強しましょう。それ今月号の、一番新しいやつなんで、これから毎月あなたにそれ全部見てもらうんで。読むの？そう、読むの。ちょっと大変。うん。まあ、初心者っていうか、ソフトテニスやったことないから何が何だか分かんないよね。うん、じゃあ新しい番組始まるということで、タイトルコールお願いします。みほたんのソフトテニス成長日記、始まるよー。みほたんでーす。テニスしてもらいます。No, dime. ¿Cómo es este? Yo lo estoy haciendo.